韓国の客船事故で貨物の積みすぎが原因という見方が広がる中、事故直後に船会社が貨物の重量を少なく見せかける工作を行っていたことが明らかになりました。中継です。はい、これまでで226人の死亡が確認され、いまだ76人が行方不明のままとなっています。今日は潮の流れが速く捜索が難航する中、家族らは次々と入ってくる衝撃のニュースに言葉を失っています。韓国の新聞各紙は今朝一面でセウォル号の船会社が事故が起きた直後に過積載の隠蔽工作を行っていたと報じました。事故発生を知った船会社の貨物担当者らが、事故原因は過積載によるものと直感し、電算システムで貨物の積載量を減らす操作を行っていたとしています。警察と検察の合同捜査本部は、入力されていた貨物量よりもおよそ180トン少なく改ざんされたという事実を確認したということです。この偽装工作について港で待つ母親の一人は、子供の命は後回しにされた、人間じゃないとショックを隠せない様子でした。